はい、食べてください。え、うん、どれ、上手上手、やっぱりなんか変な味、うん、栗だろうからな。いろいろ食べてみ。これナッツかな、アーモンドかな。ベラーって周りが出てるで、フィルムがあるで。粉のところいらん。このところのブスって、あの上からズドドドってやって食べんねん。うまいぜんか。うん、違う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 、うまい。こういうふうにこうやって削って、めっちゃ静かし、味わって食ってね。美味しいやろ、しゅんたろ。椅子いる？パパ、赤ちゃんのことは？おいしい。このな、この上のところだけパパ食べたら、この下うまい。上だけ食べて。うん、ケーキあんまなかったの。あ、こっち。いや、あったけど、これがなかったよ。え、うん、なかった。ベタベタ。だろ、パパはソース食うわ。チンクルンパ。いいよ。パパ、おじい。はい。パパのパン。この子は嫌なんだけど。じゃあこれもらっていいよ。シュンタロの番。シュンタロの番。シュンタロの味。何の味だろこれ。だった。カフェモカみたい。パパ、まずい。シュンタロの番。これシュンタロ長く食ったよ。ヨヘイ。あ、ヨヘイちょっとあげや。ヨヘイ。ほら。はい。ほら、シカ。シカやな。遠い遠い。遠い遠い。ちょっと見てた。ほら、もう上のところなんだけど。ここちょっと。栗だね、じゃ。おお、くそ。なんだこれ。チュンタロの好きな栗の味だね。このチンチン。これ美味しいやん。ん、これ美味しいやん。上のところいらん。上でも取ったろ。ちょっとチンクにアイス。上のところ。レン君の番？うん。うん、チンクの番。粉だけあげて。チンクの番。ジョー君は？チンク。うまいな。食べれないよな。ちょっと、うん、ちょっとアイス。ちょっと本当。うん。タラ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 。うん。怖い。うん。うん。うん。え、うまいところあげろよ。でもうまいところちょうだい。ピンクのところが。うん。ねえ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 。食べて。めっちゃ。ピンク。ゼンク美味しいですか？シュンタロこんだけあげるけど結構多いけど。ゼンク何歳？え、ちょっと3歳。少なすぎる。3歳。だってシュンタロこんなにあげる。はい。うん、はい。いや、いい、いい、ちょうどいい、ちょうどいい。あー。あー。
まずいだ。あ、プラスチックみたいなやつ食うの。いいね、なんか食う。あ、ここにほら、振りがある。どんなんこの硬いやつ。なんだろう、ね、あああああどこる、え、出てきたの、これクリ出しました、クリクリ、あ、うまい、あ、まあまあ、一瞬まずそうな顔しとったで、一瞬一瞬まずった顔しとったで、ちょっと待って、これさつまいもになってるで、ほう、そんなに、パパ、リンゴのパン元気のパン、サツマイモみたいな味になってるで、え、サツマイモはどうだったの、え、チンクのパン、パパ、チンクのパパ、チンクのパン、あ、ぜん、おちん、撮影してみんなの質問しながら、おいしいですか、おいしい、おいしいですか、おいしい、それはこっちの、おいしい、おいしいですか、わかわかおいしいですか、はい、いろいろ聞いてあげてくださいね、楽しいですか、はい、いい質問になれてるだろう、はい、楽しいですか、はい、あれまだ残ってんで、え、あれお風呂から上がったら食うね、うん、じゃあ次これみんな食べたお風呂だから、パパ、はい、え、でもお風呂でママと一緒、おいしいですか、おいしい、おいしいですか、おいしいです、うまい、何をしているんですか、ちょんまげさん、ん、何だろうね、これメレンゲ、メレンゲだ、メレンゲかな、え、メレンゲか、ここ美味しいですか、美味しい、美味しいですか、ママ、すごい、はい、ちょっと待って、ママ今食べてください、楽しいですか、美味しいです、美味しいですか、楽しいですか、おーい、ちょっとあの口に耳当てて、美味しいですか、美味しいですか、消すだけ成人とは何ですか、うん、ベロで動かしてる、楽しいですか、はい、メンガ、はい、ほーい、パパ、シカ、はい、シカな、楽しいですか、はい、メンガ、ごちそうさま、楽しいですか、ママ、楽しいですか、楽しいですか、おー、シンドル、そんなやつ潰れる、そっか、楽しいですか、ちょっと色々聞いてあげる、楽しいですか、
これ豆じゃない？多分あんま好きじゃないと思うけど。ケズマタス。ちょっとあれ食うわ。これ？豆じゃない。ええ、取ってくる自分で。あっちから取った方がいい。これコーヒー豆だ。うまい。コーヒー豆。洋平にもしてましたね。おいしいですか？うん。まあでもコーヒーも食ったけど楽しいですか？楽しいですか？うん、うん、うんとは何ですか？ありがとう、しゅんたろう。はい、しゅんたろうくん、今日は何の日でしょうか？ずんくん、ジョークの誕生日です。何をしましたか？ケーキを食べたり、今はケーキ食べてハッピーバースデー歌っただけです。ありがとうございました。じゃあ最後に一言お願いします。何か一言お願いします。それは分かんない。何でもいいんだよ。言えない。言えないか。じゃあさようなら。